おはようございます。土曜日です。昨日は見事に寝落ちしました。落ちたら跳ねて上がりましょう。さあ今日もいい一日に。やばい、時間がない、時間がない、エレベーター爽やかですね。いやいや、そんなことないです。爽やかですね。ゴリラって言われます。塾長が静岡から来てくださいました。あざす。あざす。領収書お願いします。来た社長のおごり。社長がおごってくれましたよ。いいんですか。そうだよ、散髪したよ。ゴールドではもうことない。お疲れ様です。お疲れ様です。 YouTube 見てます。ありがとうございました。3年住んで初めて知ったんですけど、アプロっていうスーパーがあるんですよ。はい、くってしゃしゃしゃ。おいし、ただいま。おかえり。10時15分。夜はこれからだぜ。やることやろう。どんどん前に進もう。 I can do it. We can do it. はい、風呂上がりです。あぶない。あ、もうちょっとね、やることあるんでね、しっかりやってノンストレスで眠りにつけるように頑張りたいと思います。ジムの内装を調べてたらもう終わりがない、終わりがないよ、これは。寝よう、もう寝よう。おはようございます。日曜日です。まあまだちょっと眠いですけど、スイッチを入れて今日もいい一日にしていきたいなと思います。しゃー。全国の皆さん、おはようございます。2度目の挨拶、理由はないです。We can do anything。 あー、もうそれで大丈夫、それ結構。これだけはまた来週時代になったわ、ほんまに。こんにちは。今日は声はカスカスですが、筋肉との会話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。声がカスカスですが、よろしくお願いします。パーソナルトレーニング終了です。バン。とある剣道の道場に向かってます。学校の入り口が分からずにさまよってます。剣道めっちゃ懐かしいですね。ちょっと道場に潜入してみたいと思います。はい、ということで家に帰ってきました。超久しぶりに剣道をね、見てきました。僕のバックボーンはアメフトでも筋トレでもなく圧倒的に剣道です。13年間ぐらいやってました。まあ、あの頃はね、いやいややってたんですけど、今になってなんか剣道の素晴らしさに気づいたというか、まあジム作ったり怪我とか治ったりとか一段落したら剣道再開しようと思ってます。そのうち地元に帰ってね、恩師と恩師に稽古つけてもらったりしたいですね。麻婆豆腐。今からミーティングデイ。さあ今日は日曜日の夜です。明日も朝早くからね、物件を見に行ったりいろいろあるんで、今日は早めに寝たいと思っておりますけれども、皆さん今日もいい一日でしたか。僕はいい一日でした。明日もいい一日にしていきます。積み上げ積み上げ積み上げ、ひたすら積み上げ、そしていい人生ができるらしいです。頑張りましょうね。全国の皆さん、おはようございます。なぎらです。はい、時刻は7時ですね。今日今から物件の下見みたいなね、デザイナーさんと打ち合わせっていうんでしょうか、それにちょっと今から行ってきますんで、では今日もいい一日にしていきましょう。レッツゴー。おはようございます。間に合ったぜ。いやね、YouTuber。
ちゃめちゃ景色。32回。社長の自慢話を聞いてます。あざす。ヘイマちゃん。はい、ヌギラ。これ、MA 閉まってる？閉まってる？結構閉まってるくないですか？閉まってるくないですか？MA 閉まってるくないですか？まっちゃんと温泉です。Here we go！ ヌギラと温泉です。はい。マジでめちゃくちゃ筋肉がちっちゃくなりました。早く筋トレ、再開します。怪我治そう。明日から平日ですね。まあ、僕は仕事の関係上、平日も休日もクソもないんですけれども、日々充実しており、いい人生を送れてるなと感じております。皆さんも頑張っていきましょう。僕の残ったエネルギーをあなたに。はい、ドーン。マイプロテインの商品が続々と届いております。はい、先日ね、秋代さんのね、命令でプロテインスナックをたらふく買えという指令が降りたので、こういうふうに今バチバチ20万円分購入して我が家に届くようになっております。で、全て揃ったらね、マイプロテインのスナック全部食べてみたっていう食べ比べ動画をね、撮ろうと思ってるんで、楽しみにしててください。今週もご視聴ありがとうございました。マジでありがとうございました。来週はですね、まあ、動画編集者の僕のパートナーに会ったり、ジムのね、建設、ジムの開業に向けてマシンの見学に行ったりと、まあ、いろいろまた盛り上がった予定があるので、また次回も楽しみにしていてください。まあ、僕のチャンネルをね、見ると元気になれると思うので、ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあまた、バイバイ。